それは単なる偶然。単純ね。霊子と人間の世界は時に重なり、時に離れ、常に接触を保つことはできない。寿命が限られている人間にとってその隔たりは耐え難いもの。できないでしょ。それは瞬く間に過ぎ去ってしまう奇跡のようなもの。彼も結局私のことが見えなくなりました。諦める以外の選択肢があるとでも。心の強さで互いを隔てる障害を克服できると私もそう信じています。でも人間と霊子とを隔てているのは避けようがない自然の法則。気持ち一つで何が変えられるというのです。それほどまで。あなたという人は。あなたたちは。愚か者です。そこまでの覚悟ができているのなら、これからはあなたたち自身で道を切り開きなさい。
のことは忘れて。待たないで。何かご用？しないもの。自分の問題は自分で解決しなさい。はあ、そうね。しばらく放っておきなさい。そのうち泣き止むでしょう。それはいいとして、あなたが財布を忘れた時のことは覚えてる？川で水を汲もうとした時、財布を忘れたことに気づき、一人で小屋に戻ったことがあるでしょ？